どうも皆さんこんにちは、ノーワンです。ということで今日は日曜朝恒例ソニックのゲーム、今回のアップデートはなんとメタルシティと言われる新しいステージが追加されて、そこでいろいろなタスクをこなしながら新キャラジェットをゲットしていきたいなと思います。ソニックのゲーム好きな人、チャンネル登録と高評価もよろしく。ということで皆さん、1週間ぶりソニックの世界にやってきました。今回はね、前回この魔法の絨毯をゲットできるイベントをクリアして、今回はおそらくこのジェットザホーク来てるね。このメタルシティでジェットザホークを噛んじゃったジェットザホークをゲットしようという感じだと思うよね。メタルシティのポータルに飛び込んでボートレースでジェットに挑戦するチャオということで、今回はこの見て、多分ここがアミレルの、オッケーオッケーオッケー、メタルシティの今回のイベントです。これがお前世界一速いハリネズミと友達らしいが、だからってホバーボードの俺様に勝てると思うなよということで、結構ツンデレないよねこのジェットくん可愛いんですが、今回はなんかめちゃめちゃ可愛いチャオとかゲットできたり、まあホバーボードゲットできたりって感じかな。今回はコレクト、スクラップメタル、スクラップのメタルを集めて15万個集めるとか、あと750個ホバーボードでブーストをかます、あとジェットを30回倒すで、メタルシティを50秒以内にクリアするみたいな感じかな。それをやると今回の目玉の商品、ジェットザホークという新キャラがゲットできるというわけですよ。よし、じゃあ早速入り込んでいきたいなと思います。メタルシティへ、ダイブイントゥザメタルシティ。さあやってまいりました。お、なんだ、なんか目玉がすごい、これあれか、ゴーグルつけてんのか。あ、何、ちょっと待って、やばい、こっち待って待って、俺何ももう乗ってない、待って、あ乗ってくれてるわ。オッケーオッケー、ちょっと待って、これ何すればいいの。あ、普通に今までのレースみたいな感じでこれ行けばいいんかな。オッケーオッケー、ちょっと待って、飛んじゃった。オッケーオッケー、ちょっと待って、どこ行けばいいんだ。いたオッケー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 、待って、この辺とかもなんだ、ちょっとコースが分かんないな。これをゲットするとおそらく、あ、メタルスクラップだ。メタルスクラップをゲットしてオッケーで、ここ乗ってって、そこにメタルスクラップあるね。オッケー、メタル、ちょっと難しいな今回で、ここでブーストかましていきながら、ここでゲットすると、ちょ待って、ホークめっちゃ速くないホークめっちゃ速いぞ。俺まだ2位か。しっかりとこれ駆け抜けていこう。ここら辺でちょ待って、これ邪魔だな。オッケーオッケー、なんとなくいけたわ。普通にこれは倒していったり、これなんかこれをしっかり取っていかないといけないって感じじゃない。15万個このメタルスクラップが必要だから、これを忘れずに取っていきたいね。この辺、この辺、この辺取っていって、でここジャンプしながら、オッケー、今なんか変な上のとこ乗れそうだったね。ここ乗って、おー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 おいいね。お、なんだこれ、どこ、あ、なに、負けた俺、うわ負けたんだ。俺様ナンバーワンだって言ってた俺様に再挑戦したいならなんとかかんとかって言われたけど、ちょっと待って、早すぎるよ展開が早すぎるよ。ちょっと待って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 、次こそは勝っていこう。オッケー、でこれ上乗って、ん、どこだ、下行くのか。オッケー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 、でこっち待って、こっち取りたいね。オッケー、これ取りたいね、しっかりと。ここ、ちょっと待って、これ取っていきたい、これ取りたい。オッケー、てか一回負けてもいいからさ、もうこの辺全部回収したくない、早めに。それはダメなんかな。オッケー、待って、あ、やば、落ちちゃった。ちょっともう一回やります、ちゃんと。でここでしっかりとここをまず取っていって、ちょっと難しいな今回のステージ。でこれちょっと上乗らずにこっち乗って、でこれしっかり回収して、ここも回収して、メタルスクラップも回収して、ちょっと難しいな今回。オッケー、ちょっと難しいぞめちゃくちゃ操作が。ここしっかりこれも取っていきたいが、オッケーで、ここ乗って、オッケー、いいよ。ちょ、とりあえず1回は勝ちたいな、あのホークに。近くまで来てるな。オッケーオッケーオッケー、ちょっと待って、ここら辺取って、でここジャイジャンプ決めていき、あー、なんか上乗りたかったけど、まあいいでしょう。でここ乗って、このままゴールできるかな。ギリギリできない、来た、いや勝ったんじゃない、勝った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 だろこれ、勝っただろ、は、勝った勝った勝った悔しいかい、ジェット、どんな気持ちなんだ今。すげえ、見てみんな、めちゃくちゃチャオの観客いるんやけど、ペラペラのチャオがいるあそこにもチャオいる、かわいい。オッケー、どれぐらい進んだ。あー、一回ジェット倒して、自己ベスト50秒より上ってことかな、これまだゲットできてないんかな。じゃ、とりあえずね、このスクラップメタルを早めにゲットしないといけないと思うから、皆さんやることは一つですよ。俺のチャンネルを見てくれてる人ならわかると思うんですが、このゲームには必勝法があるのですよ。しっかりとチャをエンチャントしていく、もうこれがね、イベントにとって一番大事だからね。これが、このイベントマークのエンチャントを 4.8% で引いていく、これをマジでゲットしないと、あー、これダメだな、もうここに出てるんやけど、これがね、80万円いるんよね。でもまあ俺一応800万円あるから10回は回せるかな。来ないんよね、これマジで、マジで来ないんよ。で他のチャオ、あ、来た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 、よしよしよし、こいつイベント聞いたぞ。これでプラス1されるんで、めっちゃ効率よくなります。ダメだ、お金なくなっちゃった。まあでも1個でも引けたからいいかな今回は。
ちょっととりあえずは50秒以内のクリアを目指そうか。とりあえずそのタスクがあるから50秒目指したいね。早めに、ちょっともう完全に全無視で他のやつは。とりあえず全て、それ上乗りたい、上乗りたいが乗れないんかい。なんでこれ上乗れないんやろうな。これはここもちょっと乗っていって OK、 いいよ、ここ乗れる。でかいでかいでかい、でかしまるでかみ、ここもしっかり乗っていって、いいよいいよいいよ、素晴らしいよ。めっちゃ速いんじゃないこれ。もう抜かしてるもんね、これ今の現時点でもう抜かしている。でここもなんかちょっと加速しながら、なんかねシフト押すとちょっと加速できるよね。これなんでかわかんないけど、なんかちょっとだけ加速してる感じはある。 OK、 しっかり取っていって、まあ、これも取っていきながらスクラップも取っていって、 OK、 でこれで大ジャンプをかましていき、こっちなんだ、登れ登れ登れオッケー、あ、危ない危ない危ない、なんかこっちの方が速そうじゃない、ほれオッケーオッケーオッケー、これ50秒、あと47秒いけるいけるいける、あ、来た、50秒クリアした。分かった、負けは負けだ、ちょっと運が悪かっただけだ可愛いんだから本当に。来た来た来た、クリアしてるね。これで48秒クリアしてるから、このメタルスーパーホバーボードってやつをまずはゲットしたと。これかな、メタルスーパー、これだ。おー、まあかっこいいけど、あ、今の俺のこのソニックスキンに合ってるね。めっちゃかっこいいやん。で一番のお気に入りはこのポテンシャルホバーボードか。いや、これなんよね。この、これが課金で買っためっちゃかっこいいやつ。このままさ、バトルいけないかな？このホバーボード使いたいんやけど俺。さっきのホバーボード乗せてくれないっすか？あーダメだ、なんか普通のホバーボードになっちゃうわ。まあいいや。あ、なるほど。レースに俺が負けると、このジェット、ゴーグル外すわ。今俺今回負けてみたんやけど、ゴーグル外して喜んでるもん、ほら。なるほどね。負けた時は悔しくてゴールも外せないと。可愛いとこあるじゃないか、君。でもやっぱり、集める時は、いや、これ上のルート一回行ってみようか。上のルートまだ行ってなかったし、あ、上ルートも結構ありだぞ。上ルートも結構美味しいかも。おっと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 。上ルートも美味しい可能性がなきにしもあらず。オッケーオッケー、いいよ。で、ここ乗って、ブーストもしっかりしていかないとね、ブーストのタスクもあるから、しっかりと取っていって、右と左どっちがいいんやろ。まあ、右の方行ってみるか。で、こっち右ね、ジェット行ってるんやけど、こっちに、真ん中に、ここに、ほら、このね、メタルシステムがあるから、このメタルシステムを取るために、あえて遅い遅いルートで行くと。で、まあ、これちょっと負けるかもしれませんが、まあ、メタルシステムの方が欲しいので、俺は、しっかりと取って、ここででもギリギリ差つけれるかも。オッケー、抜かしただろ、今。今抜かしたくね、抜かして抜かして抜かして。最後の最後で抜かせれるんよね。で、ほら、俺が勝つと、この子はゴーグルを取りません。多分泣いているんでしょう。よし、じゃあ、まあ、なんとなく今回のイベントの感じも分かったから、一気に、このホバーボードブーストもして、ジェットも、まあ、最後ら辺まで倒して、コレクトメタルも結構集めていきたいと思います。よしみんな、ということで帰ってきました。もうスクラップメタルももうあと700個ぐらいで、ホバーボードブーストもあと11回で、ジェットもあと3回倒すと終わりです。これね、意外と簡単やった。てかめっちゃ早く終わるね。まず最初このね、ホバーボードブースト、これが一番簡単、見とって。ジェットの視野は無視でいいです、ホバーボード溜まってる人は。でこれね、ここに速さがね出てるんやけど、この黄色いバー、この黄色いバーをちょっと消費して、ほらこんな感じでブーストできるんよね。このホバーボード乗ってると PC やと、まあシフトキーでこれブーストできるんやけど、こんな感じで。スマホでやってる人はちょっとわかんないんやけど、ソニックのぐる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 って丸くなってダッシュするやつ、あそこのボタンで加速できるんよ、こうやってピュッピューンって。でもこれをもうここの端っことかで、この黄色いゲージがなくなるまで押して、でちょっとこれね、使い終わったら回復していくんよ、どん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 、ほらほら、どんどん回復していくと。でこれでまた押してボタンで終わりもうずっとこのボタン押すだけ。お前そんなにブーストが役立つと思ってるのか、そんなもん資源の無駄遣いだぜまあこんな感じでね、もう俺ずっとそのシフトボタン押してた、こんな感じでこれでめっちゃ簡単やったね。とりあえずこれでホバーボードブーストをゲットしたんで、このチャオ5体サーキットチャオゲットしました。これだ、あ、めっちゃ可愛いやん、このサーキットチャオ。あー、後ろにいるからちょっと見えないけど、あー、可愛い可愛いなんか頭に電脳線みたいなのついてるけど。そしてまあ次は普通に勝つだけと、あとスクラップメタルやね。スクラップメタルもめちゃめちゃ簡単、普通にね、今回のイベントはね、早めに終わったね。1時間もかかってないんじゃないかな。普通にここら辺集めて、で下ルートの方がいいね。あ、ちょっと今失敗したけど、下ルートの方がいいね。あ、もうクリアしちゃった。下ルートでここが熱いね。ここ取って、ここ取って、ここ取って、でここちょっと取って、このね、かけらみたいなやつもこのでっかいやつと同じぐらいもらえるんよね。なんかそのかけらもこうやって回収しながら下ルート通って、でかけら回収、かけら回収、かけら回収からの、ここも取って、ここも取って、でここ取って、でブースト言えながらちょっと、でここら辺は真ん中通ることで右側のかけらも取れると何言ってるか分かんないけど、でこっち通って、でここのかけらを回収して追いつけるかな今から。
ギリギリ追いつけないかもしれないな、ね、ここら辺を全部回収していくんよ。ほら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 、あー今日ギリ追いつけそうだな。ここら辺で飛べれば、オッケーオッケー。うわちょっと待って、うわなんか変なとこ飛んじゃった。オッケー、いや追いつける追いつける追いつける、オッケーオッケー、追いついてる追いついてる追いついてる、オッケーオッケーオッケーでこれで優勝と。これでスクラップメタル、オッケー。これがゲットしたのはクラシックタイプ J ホバーボード。ふん、本気の勝負だと思ったか。本気で勝負を挑みたいならジャンクパーツを集めてももっといいホバーボードを作ってみるんだな。少しはマシな走りができるようになるぜなんでこのちょっと上からなんだこの子は。これちょっとジェットに装着させたいよな。可愛いねこの緑色の感じが、淡い緑色が。そしてあとはジェットを2回倒すだけだ。よしみんな、1回倒してきたんで、これがラストのジェットとの勝負になります。もう俺のねこの1時間ぐらいかな、1時間ぐらいの全ての決勝を皆様にお伝えしたいと思います。俺はここ飛んで、でここ飛びながらここでブーストかますことでめちゃめちゃダッシュできるんよ。ほらほらほら、でここも乗って乗っていいよ。でここら辺も乗りながら、ここら辺のねちっちゃいやつも乗って、でここ乗っていいよ。でここも乗って乗っていいよでここも乗って、オッケー、いいよ。下通ってってなるべく早く着地して、でこっち通る方が早いんかな多分。ちょっとこの辺はよくわかんないんやけど、多分この右ルートインコースをしっかり攻めてる方が早いと思う。こうやってインコースインコースがっつり攻めてって、だいぶほらだいぶ空いてるだろ。でこれしっかり通ってって、余裕勝ちですよ皆さん。ジェットはどこだ、ほらまだあんなとこにいるこれで勝ちだ。ふん、なかなかやるじゃないか。だが俺様に同情なんてするんじゃないぞ。涙拭けよ。あ、キャラクターアンロック、ジェットザホーク来ました。涙を拭きなよジェット、わかるよ君のゴーグル、涙で前が見えないんだろ。よし、ということで今回のイベントを全部クリアしました。お前が早いのは認めてやる、今はな、だが必ず再挑戦してやるとかわいいな本当に。来た、これだ、かっこいい。ジェットめっちゃかっこよくない？来ました、おお、なんかスタイリッシュてか細いんやね意外と。めっちゃスタイリッシュじゃないジェット、かっこいいかっこいいかっこいいぞ。もうぴったり、あてか待って、ちゃんとほらゴーグルかぶる、これすげえいいね。ということで皆さんゲットしました、ジェットザホーク、かっこいいね、なんか凛々しいね、いいね。緑色結構好きやからかっこいいかも。ということで今回の動画も楽しんでくれたらチャンネル登録と高評価もよろしくってことで、また次回バイバイ。